さあ、広島にも雪が降りまして、こんな雪が降った日はですね、もう探検欲が半端なく増してくるわけですよ。おお、おい、なんで今日の探検は雪山雪の中をちょっと探検しに行こうかなと思います。でもう早速到着したんですが、まあいろんなこの林の中ですね、雪だらけのところ、一体どんなところなのか行ってみようと思います。早速探検開始してるんですけど、なかなかですね、この山雪が上から降ってくる。今日は、トレイルマフィア、雪の中はもうふわふわなんですけど、結構ふわふわ度合いが高い。よいしょ。で今木と木の間、谷間をちょっと抜けてきてるという感じですね。もうちょっと行けるか行ってみようと思います。あ、そうや。今日の装備を紹介しておきます。今日の装備はこちら。最近乗ってる、愛車のですね、シグノランドで来てます。で、バッグはですね、タデクイさんの、新作アウトバッグですね。これに結構荷物今回入れてきてます。この垂れ下がり具合で荷物の入ってるのが分かると思います。中に入ってるのは、クッカー類、あとこのカメラを撮影するための機材ですね、ベルトとかで、あと手ぬぐい、手ぬぐいはもう必須ですよ、必須、何でも使えるんで、もし途中でお風呂に入るみたいな時でも手ぬぐい1本あればなんとかなりますね、っていうのをこう詰めて、固定してると。これすごいですね、調子が良くて、ここから外して持っていった時にすぐ外せるっていうのと、持っていった時に何て言うかな、普通の服にも持ってて違和感ないっていうので、ちょっとしたもう自転車もそうなんですけど、車のドライブ行く時とかに結構そのまま外して、そのバッグとかで持って行ったりしてますはい。あとこれライトが上にこう装着できるっていうのがすごい良くて、下にバッグが来るんで、このライトがですね、普通に装着できちゃうんですよね。はい。っていうやつ。で、本当にありがとうございます。タデクイさんの新作のプロトタイプなんですけど、ブランケットっていう、バッグになります。これの、テストライダーとして、お任せいただきましたので、ちょっとですね、このプロトタイプを、お借りして、で、今、がっつり使ってみてるところです。またこれはですね、別の機会にご紹介できればと思います。控えめに言って、最高っす。めっちゃ、こうやろうっていうのをですね、言いたいがためにですね、今本当に荷物たくさん詰めたり、ちょっとハードなところで使えるとどうなるのかとかですね、ちょっといろいろ試しているところです。はい。これはまた別の機械。あ、ちなみにこれフレームポンプも入りますんでね。今フレームポンプ中入れてるんで。いやー、素晴らしいっす。はい。で、これ。サスペンション付きサドルのバイク用サグマですね。これもですね、最近もハマってて、調整いろいろ試しているところです。で、今日はですね、ウェアで、これビブショーツで着てるんですけど、ビブショーツのパッドとこのサスペンション付きサドル、これ合わせると天国のような座り心地ですね。要するに超快適。なんかお尻になんていうやろうな、圧力がない浮遊してるような、僕はもうなんかそんな風に感じましたね。すごいなと思って。
パッドの、そこの、パッド分のサスペンションもあるし、サドル分のサスペンションもあるし、これ合わさったらマジすごいなって思いましたね。はい。という感じ。あ、あと、動物が出てきても大丈夫なように一応ベルつけてます。これはですね、あの、モンベルの、ベルですね。雲よけベル。はい。っていう感じでございます。で、ウェアです。ウェアは、今日はですね、こっちも実験したいのがちょっとあって、いろいろこう、混ぜてます。ポックの、ヘルメットに、この耳が隠れるタイプの、キャップ。これあの、かなり分厚い生地のあったかいやつですね。んで、セブンメッシュなんですけど、これ。あら、あらら。セブンメッシュの、この緑のこのジャージなんですけど、以前も、冬のロードバイクのライドの時に使ってたんですけど、これがですね、極めて素晴らしいですね。この下が、アソスのインナーなんですよ。GTO っていうシリーズのインナーをこう、着てるんですけど、これだけっすよ。びっくりした。これと、この、何？薄いの？で、めっちゃいい、めっちゃあったかいと思って。いやー、ちょっとですね。いや普段はこう、普段着の時はですね、中切ってで重ねてちょっとごわつくんですけど、何もごわついてなくて、なんていうの、春秋ぐらいの服装。シャツ着てその上にこう羽織って、本当に寒かったらこのウィンドブレーカーなんですけど、これなくてもええぐらいですわ。この特に上り、いやすごいなと思いますね。いやーっていう感じのそうで下が、今日はですね、ラファのビブ、プロチームかな、のビブで着てるというところです。いやーしかしこの景色が綺麗ですね。雪が舞う山の道、最高っすね。この耳を閉じると何も聞こえないっていうのがまたいいですね。はい。っていう感じの、装備品でした。はい。ではですね、次行ってみましょう。よし。よし。いやー、だいぶ進んでるんですけど、ずーっと雪ですわ、やっぱりそうっすよね、ずっと雪っすよね。よっしゃ、よし。で、これぐらいのふわふわした、ちょっと、おー、滑った積雪になると、よいしょ、タイヤの、やばー、詰まってる。詰まってますよ。一年に数回あるかないかぐらいですけど、詰まってますね。よっこいしょった。さあ、あら、木が倒れてる。よいしょ、ここは、いけんのかな。お、すごい、柱が、されてる。失礼します。うわ、よいしょ。いやーすごいな、こら最高じゃな。雪すげー、こんな感じになるんですね。こういう感じ、これはクリアランスがないと厳しいですよね。ずーっと雪山ってなったタイヤも、なんじゃこれ、タイヤえらいことなっとるやんけ。すごっ。ああ、すげえな。真っ白。結構上の方まで来ると、木々に覆われたところになると、すごい雪の厚みがちょっと変わりますね。ちょっと上がっただけで、全然違う。多分木が、太陽の光を遮ってるんで、そのおかげで雪が溶けないんでしょう。いやーすごっ。わー
最高じゃねえかよ。最高やんけ。よいしょ。お、こういうの分かんないですよね。枝がここあるんですけど。よいしょ。こういうの。よし。新雪の上をどんどん行ってます。降りますます。すげえ。で、後ろには、雪。前にも雪だ。よいしょ。あ、ちょっと休憩。よいしょ。ちょっと、熊のベルも、しっかり鳴らしながら、行きます。うお。もう、すごいな。足埋まってきてる。あ、そう、やっぱりこういうところって、こういうペダルがすごい行きますね。こうやって、バンバンバンって踏んでも、泥が詰まらないっていう。雪、今回の場合は雪ですね。いて。よっこらしょ。さあ、ちょっと生い茂ってる、おいで、ところに入ってきてもおります。新雪のこのギュギュギュって音がいい感じ。ああ、じゃあ。いやー、すごいな。しかし。竹やぶ、みたいな感じかな。空がうっすらと、あ、晴れてきてますね。で、上は綿の塊みたいな雪がたくさんあるというところですね。上からこう垂れ下がってたやつをどけようとしたら、見てくださいこれ、トゲ、超トゲ。これをどこに行ったらいいや、ここら辺かな。うわぁ、怖っ。あぁ、痛ぇー。うわぁ、落ちてきた。痛ぇ、痛ぇ、痛ぇ、痛ぇ。あぁ、怖っ。トゲのツル。あんなん刺さっても大丈夫なのかな、チューブですよ。よいしょ。よいしょ、綺麗。こう、火が当たると、やっぱりちょっとまた、変わってきますね。綺麗。よいしょ。どこ。痛ぇ。もう。雪だらけやな。さあ、ここ、もうちょっと行けそうですね。こっちの方は、あ、飛行機の、うわ、あの辺りとか木ですね。この雪が落ちてくる感じ。なんか、おーい。もうちょっと歩いてみようか。こっちに、あ、行ったら、もう少し開けてるかな。ちょっとたまに、こういう石が見えてたりするんで、そういうのはじゃあ気をつけないといけないですね。よいしょ。こういうのも、スッと避けて。あー、すごい。真っ白じゃ。よし。もうちょっと行ってみます。なんか火が照ってきたせいか、全然寒さを感じなくなったっすね。まあ、確かに雪を触ると冷たいんですけど、これジャージのせいなんか、気候のせいなんかわからなくなってきたぐらい、全然寒ないんですけど。それとも雪で興奮しすぎて僕の体温が上がってるからですね。うわ、全然寒ないな。いやー、なかなか美しい場所です。ちゃんとベルを鳴らしながら行かんと、こういうところで出くわしたら怖いですもんね。おー、すごい。こっちの方は、見て。あー、谷にな、うおへい。いいや。谷になってて、あっちに大川が流れておりますね。よし、ちょっと乗れるんちゃうかな。ちょっと乗ってみようかな。転んだ。ちょっと行きます、こんな感じです。第三者目線、久しぶりにやる。すいません。
あ、全然いけるわ。全然いける。全然いける。いけるっすね。第三者目線で撮ってみました。意外といけるんで、ちょっと乗ってみましょうか。よし。行きます。よし。あ、や、いいわ。雪が結構グリップしてくれて、あれ？予想以上に乗れるやん。あ、めっちゃいい。めっちゃ気持ちいい。あ、すごい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 。あ、いて。いけるわ。おい、最高やん。雪中ライン、いて。滑ったっす。お尻ビッチャビチャや。これちょっと見て。やっぱりちゃんと防水性能はありますね。これ今雪で濡れてますけど、もう乾いてきてる感じです。雪中ライドいいっすね。よい。よし、もうちょっと行ってみるか。えらいことになりました。えらいことになりましたよ。車輪が回らない。詰まりに詰まって車輪が回りません。雪と葉っぱが固まったものがフレームの下側に入り込んで、タイヤは29インチぐらいにインチアップして、トゥル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 です。あれ？あ、びっくりした。凍っとるわ。すっごい、やべ、これ、すげえ、ツルツル。インチアップした。ほら、回れ。ああ。よいしょと。いて。さあ、行くぞ。よし。あ、取れた。よし。雪中はいろんなことが起こりますね。なんか前普通に車輪回ってんのにと思って、なんか重いなと思って後ろパッて見たらこんな感じだったです。ここに車輪が、ここにこう来て、ここで今、これすごいっすよ。雪じゃなくて氷になってるっすね。もうロックしちゃう。で、あれって思ったら後ろちょっと引きずってたっていう。ロックするっすよ、ほら。あいつ、あいつ、ロックしてる、車輪を。すごいな。ちょっと、下鳴らしておきます。綺麗な小川を見つけました。雪と小川は綺麗だな。いいな。やっぱり雪が降ってるだけあって、水量がまあまあありますね。なんか、最近山の方行ってもこんなに雨降ってなかったんで、全然小さな小川を見てもなかったんですけど、水が。いい感じです。で、パーツもですね、いい感じで雪が積もっております。いいね。やっぱこう、なんやこれ。なんか今ふと思いついたけど、このバーエンドのところにこういう持ち手みたいなのあったらええんじゃないかな。グリップをここにこうつけたりすることはあるんですけど、こういう持ち手ええんちゃうかな、ふと思いましたけどね。はい。あー、綺麗。おー、水たまりがありました。ちょっと広げたところに出たんですけど、自転車あっち置いて、水たまりが凍っとりますね。よくしょ。うお、あ、結構ドロドロやった。あちちち。さあ、どうやら、ここまで進んできたんですけど、ここが行き止まりのようで、これが、なかなかな綺麗な場所ですね。ちょっと写真を撮って、行こうかな。
こういう角度がいいかな、それともこういう角度がいいかな。ちょっとこう上から、光が当たるとまたいいな。なんかいい感じの雪もついてるし、こうやって撮ったらいいんじゃないかな。こうかっこよく撮れるの、かっこよく撮れる角度を探し中です。はい、後ろの滝やぶもいいな。いやー、これがいいんじゃないかな。よいしょ。よ。こんな感じで、写真をこう構えるとやったらいいんじゃないですか。僕カメラ全然苦手なんであれですけど。では撮りましょうか。よっこらしょと。これで一人で撮るときがですね、なかなかちょっと苦労するんですけど、僕はですね結構タイマーで難しいときは動画で撮って後で残る、こう切り取るみたいなことをしますね。動画で撮ったらこれまた難しいな。こうかな。こんな感じ。はい。よいしょ。はい。ということで、雪山の探検登り編でした。はい。ちょっと上の方まで来たんで、ちょっとここでですね、一旦ちょっと体勢を整えて、次はですね、ライドで、行こうと思います。で、続きはまた別の動画で、まとめられたなという感じです。では、今回はこの辺りで終わります。どうもありがとうございました。